ごご覧いいただきありがとうございます現地7月12日に行われたニューヨーク・ヤンキース対ボルティモア・オリオールズの一戦9回裏オリオールズのヘストン・カースタットがヤンキースのクローザークレイ・ホームズから頭部にデッドボールを受けその後両チームによる乱闘騒ぎに発展しましたこの試合に至るまでの両チーム今シーズンはここまでアメリカンリーグ東地区で首位を争っていますが先月6月18日からヤンキースタジアムで行われた直接対決3連戦シリーズでは 初戦の3回にヤンキースアーロン・ジャッジが左腕にデッドボールを受けます。痛みと、そして怒りをこらえるジャッジ。ピッチャーのスアレスに一別をくれつつも一塁へ。さらにこの試合の5回にはグレイバー・トーレス。オリオールズのサウスポー、キーガン・アキンからこちらも左腕にデッドボール。これには明らかに不穏な空気が漂い始め、ヤンキース・ダグアウトからは罵声も飛びますが、幸い、トーレス大事には至らず。 グラウンドに残りますそして試合は、トーレスがデッドボールを受けた次の回、6回表、オリオールズの攻撃、打席にはガナー・ヘンダーソン、イカ・かナか、ネスター・コルテスの95マイルのファストボールはインハイへ、近いところへ行きましたが、ヘンダーソン、かわしています。なお、この日の試合は、ヤンキースが勝利、迎えた翌日の第2戦、4対1とオリオールズリードで迎えた7回表、打席にはガナー・ヘンダーソン。 その初球、当たります。ビクター・ゴンザレスの94マイルのファストボールが右肩付近へ。これは前日の報復なのか。23歳のガラン・ヘンダーソンは苛立っているでしょうが、感情を抑えてファーストへ。さらに8回、今度はコルトン・カウザー。ケイレブ・ファーガソンに当てられます。1点差の8回であり、故意であるとは考えにくい状況ですが、当てられたカウザーはもちろん痛い。苛立ってバットを叩きつけます。 そしてそのバットをしれっと蹴り返すホセ・トレビニョ。ただ、揉めることはなく、警告もなし。試合は7対6でオリオールズが勝利。そして翌日の第3戦は、両チームともにデッドボールはなく、オリオールズが17対5で大勝していました。これを踏まえて、現地7月12日のオリオールズのホーム、カムデンヤードでの一戦。4対1とヤンキースがリードして迎えた9回裏。雨の降る中でのオリオールズの攻撃。 打席には6番25歳のルーキーヘストン・カースタットノーボール2ストライクからの3球目頭に当たります97マイルのシンカーが右側頭部へ倒れ込むカースタットここにトレーナーそしてブランドン・ハイド監督も駆けつけますその後立ち上がったカースタット大丈夫でしょうか目の焦点動きを確認ただこの時当てたホームズに対してハイド監督何かを言っていますお前この野郎 というう感じでしょうかそれでもこの時点では両チームともに心配している状態何かやり合う雰囲気ではありませんでしたが交代となったカースタットがダグアウトに下がろうとする際ヤンキースのダグアウトから何かを言われたかハイド監督がブチギレていますヘルメットをポイそしてキャッチャーウェルズに突っかかる誰を指さしているのかこれに対してブーン監督若干反応が鈍いソロ活動との違いに戸惑っているか とにかく両軍入り乱れます。おいやめろやめろやめろーとブルペンはどうでしょうゲートはセンターに一つですが、オリオールズが制したか現場は激しく揉み合っていますが、その中にはゲリットコールの姿が見えます。ゲリットコールです。マノは見ているか今回は参加しています。そして頭一つ抜けているのはジャッジ。圧倒的な体格差で抑えにかかります。一方、大外では、わかんないの。勝手がわかんないのよ。行けよ。なんか、行った方がいい。 知らねえよえよなんだかね感覚がさつかめないんだなうん団体戦はこのようにブーン監督は今回スパークしきれなかった感がありますが両軍はひとしきり揉み合った後ジャッジの仲裁の買いもあり引き上げパンチが飛び交うこともありませんでしたなお審判団協議の結果ハイド監督に退場処分試合はこの後クライホームズが無失点に抑えて You know, I'm just walking back and I hear stuff from their dugout, so just reacted the way I did and saw what they were pointing at me and the whole thing, so just reacted the way I did. You know, I'm upset, and then I see their dugout and they're they're waving at me and doing yelling at me, so I just didn't appreciate it at the time. It looked like you, there's an interaction with Holmes as well. Did he say something to you or?

自分はフロントドアのシンカーを投げようとしてそれが大きく外れてしまったとしていますなおデッドボールを受けたカースタットは翌日現地13日のシリーズ第2戦ラインナップに名を連ねていましたが試合開始の90分前に外れ大事を取り7日間の脳震盪のための故障者リスト入りとなっていますそして第2戦はヤンキースが6対1で勝利しましたご覧いただきましてありがとうございました よろしければチャンネル登録をお願いいたします。じゃんけんぽん